彼女らの無線通信がなければ。こちら第二次調査船だ。よかった船が座礁して。ずっと助けを待ってた。すぐに向かう。あの入江だな。我々の規模か。安心しろ、二隻の調査船で向かっている。おーい無事か。もう大丈夫だぞ。情報型巨人どうして。あーくー、あれは敵だ。急げ、飛び込め。逃げろ、飛び込め。けがれた悪魔のけがらわしい島へようこそ。もてなしてやるよ。豚のしょんべんでよろしければな。断ってもいいが、上陸許可は下りない。悪いが泳いで帰ってくれ。あの頃は楽しかった。確かに僕たちエルディア人は世界から恐れられ憎まれている。まだ顔も知らない海の向こうにいる人たちから。でも海の向こうにいる人たちは敵だけじゃなかった。そして世界はずっと複雑で知らないことだらけだった。